はい、どうも、チャンネルアリューです。はい、今日はですね、京都のですね、御霊神社、という神社に行った時のお話をしたいと思います。詳しくですよね、詳しくは、下御霊神社という場所になるんですけども、実はですね、全国に御霊神社と呼ばれる神社、そこそこにあります。こんな字書きます。御霊神社。はい。で、そもそもこの御霊神社ってどんな神社なのかって話なんですけど、御霊神社と呼ばれる神社ですね、その昔ですね、言ってみたら、恨みを残して、こう死んでしまった人たちですね。で、その後に、たたりを起こすみたいな感じですね。悔いがあって、そのまま亡くなった、殺されたとか、島流しにあったし、亡くなってしまったとか、っていう方たちを、の魂を鎮めるためにできた神社が、御霊神社なんですね。はい。なので、そういう、歴史がありますので、偉い人ですよね。時代の流れともに、天皇がですね、島流しにあったりとかですね、こともあります。で、そういう天皇ですね、魂を収めるために、御霊神社ができたと、とかね、そういう経緯がありますので、そもそもはですね、言ってみたら、黒い歴史のもと生まれた神社という言い方もできますので、知っといて損はないのかなと、思います。はい。特にね、だからといって、この神社に行くとたたりがあるのか、そんなことはないです。はい。ので、安心して、参拝していただければと思うんですけども、そういう歴史が あるんですよというお話です。はい。今ですね、LINE で、チャンネルアリューと友達になってくださいキャンペーンをやっております。この動画の下にですね、私のホームページとアメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネルアリューでした。